どうも実様です。一人だけでも種馬兄弟です。はい、どうも実様です。今日はバトオペ2実況していきたいと思います。はい、ガンダムに乗ってみたいと思います。この何町だと、ビームライフルでもいいんじゃないっていう人が意見を見たことがあるんで、えい、あー遅かった。ビームライフル使ってみたいと思いますね。あんまり使ったことないです。はい、えい、怖い。お、早い。えい、あいだ。オーバーヒートしちゃったガンダムね、まあ強いのかな。これ400コスト戦ですけど、ずずずず横から撃たれとる。ビームナイフルってどうやって使うんがいいんでしょうね。全然ちゃうとこ撃たないわ。うん、最近ねハイパーハンマーっていうのも出たんですけどね。ああ、よろけるとチャージ切れちゃうか。これはバズーカの方がいいな。はい、ここし、いい、まずい、死ぬ、さよならだ色迷彩に塗ってみましたけどね。はい、これは久々でございます。なんかね、ここ2、3日ね、ずっと頭が痛くてね、もうゲームしてないんですけどね。ここかな。はい、トゥ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 タイムといきましょうか。トゥ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 と、お、100対2570。お、ボロ負けしてるねこれは実様のビームライフルのせいですね、きっとね。よーし、これ当たるで、これ当たりますよ。よいしょ。お、誰かがやっつけたぞ。すごい、素晴らしい。お、誰だ。お、GG ですね。いい、あ、やったー、やっつけたー。さあ次行くぞ。えい、あの人をやりつけたい。あー外したー、あー外した。お、なんか知らんが急に盛り返し始めましたね。よし、行くぞ、ガンダム、ブイ、あとちょっと、えい、やった。あ、次に A 取りましょうか。ビームナイフ連射できるのはいいんだ、いい感じなんだ。はあ、はあ、なるほど。よろけとってもう一発撃つのがええの。でもオーバーヒートしちゃうしな、難しいっすね。オーバーヒート。さあこっちから回って見られてないところから攻撃をしたいところですが、よしよし、敵が見えない敵が見えないぞ。えい、あ、当たっちゃった味方に、すみません、オーバーヒートしちゃった。よし、行くぞ、こだと見せかけて逃げるあれは無理だね、行ったら、行ったらダメだね。えい、タックルしてきた。ほい、よし、これ支援砲撃が決まればでかいんちゃいます。えい、外した。あ、でも、でも当たってるお、逆転してるじゃないですか。すごい、味方さん強いですね。やっとりゃっとりゃっ、ほえー、格闘振るのって怖いっすよね。外した、待て、
いいぞみんな、いけいけ。お、すごい。うお、なんか来た。まずい、深追いしすぎ。あー、武器変えちゃった、間違えた。うー、やっちまった。逆にやられそうなんだけど、まずいな、これは。うわー、うわピクシー、いい機体なのかな、あのピクシー。かっこいいよね、ステルス。当たった、ほい、どうだ、当たったんかな、外した。まあ使っててわかるけど、バズーカの方がいいね。もうちょっとこのための速度だから速いと使いが良さそうですけどね。皆さんは連邦とジオンのこだわりがあって乗ったりしてるのかな。なんかあのコストごとにあのこう機体を登録させたいですね。あのコスト戦とか実際下手くそなんでね、あのコスト戦によく行くんですけど、200だったらもうこいつとか、あの固定させたい、させる方法ないんかな。毎回あの出る前にこの地上用はこいつとかって選んでから行かなあかんので、それめんどくさいから、200コスト戦ではこいつ固定みたいな、250コスト戦だったらこいつ固定みたいな選べたらいいんですけど、なんかやり方あるのかな。知ってる人いたら教えてほしいです。あー、死んでしまった。試合どうなってんだろう。じっくり戦えるのがこのバトオペ2のいいとこですよね。呼んでんのかな。うん、どうしよう。試合あと30秒やから普通に行った方が良さそうですね。ちょっとでもダメージを当たった。よしよし、攻めて攻めて攻めて、あんただけは、あ、味方が倒した、ありがとう。はい、ということでね、ガンダムでしたね。バズーカの方が使いやすそうですね。はい、ということで迷彩色のガンダムです。かっこいいですね。うん、あ、ライバルには勝てたんで、まあいいじゃないでしょうかね。はい、すごいなこの人。はい、ということでね、まあ何度か勝つことができましてよかったです。はい、もしここまで見てくださった方おられましたら、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。